した。行くぞ。よし、弾薬だ。よし、弾薬だ。弾薬だぞ。目標アップルを喪失中。よし、移動するぞ。俺の後についてこい。目標アップルを喪失。弾薬を使ってくれ。グレネードを使う。注意しろ。弾薬があるぞ。目標アップルを確保。目標を奪われるな。守るんだ。弾薬を喪失中。グレネードを投げる。捨てろ。上手に入れよ。目標アップルを喪失。この目標だ。確保しろ。の分の弾薬だ。グレネードを投げるぞ。注意しろ。
中。行くんだ。目標バターを喪失。陣地を喪失。ありがとうよ。感謝する。どうも。よし、さあ行くぞ。そうだ、奴らの兵士だ。この先に敵兵を確認した。敵の兵士を発見した。目標を手に入れるんだ。敵の飛行機だ。よし行け。ここにいるぞ。敵兵だ。
撃側残り50名。喪失中。敵の飛行機だ。上にいる。目標を守り通すんだ。弾薬だ。使え。攻撃側残り20名。あれだ。注意しろ。グレネードを使う。敵は逃げた。この最後の目標を手に入れろ。ここから離れるぞ。よし、目標を守るぞ。戦闘エリアに戻ってください。見えたか、敵の戦車だぞ。機関銃を確認した。この勝利でアメリカ軍は勢いだけの新兵の集まりであることが分かった。そして我々は力と鉄の意志を示した。我々は決して負けぬ。敵が飛行船の増援を確保。弾薬を受け取れ。いいか、この目標を守るんだ。弾薬だ、そいつを使え。お前の分の弾薬だ。ドン。飛行船だ。そこだぞ。よし、弾薬だ。助かる。礼を言わせてくれ。目標バターを喪失中。看護兵がいるぞ。目標を守れ。目標バターを喪失。その目標を確保するんだ。弾薬だ。
を受け取れ。飛行機だぞ。目標アップルを喪失中。目標を落とされるな。守れ。目標バターを確保。よっしゃ。喪失中。弾薬を受け取れ。目標アップルを装着中。狙いはこの目標だ。守れ。守り通すんだ。目標アップルを喪失中。目標を守れ。強襲兵がいるぞ。
だぞ。よし、目標を守るぞ。目標バターを喪失中。そこに敵の強襲兵だ。目標を守れ。目標バターを喪失。よし、目標を守るぞ。再びアメリカ兵の攻撃を止めたぞ。連中の数を大きく減らしてやった。だが無謀な奴らは最後の一人まで諦めないだろう。さあ、連中の最後の攻撃に備えろ。敵が飛行船の増援を確保。敵の飛行船がいる。飛行機だ。見えるか。飛行機だぞ。敵の戦車だ。目標を守れ。そこに戦車だ。敵戦車を発見。敵の戦車を見つけた。二階装甲車だ。敵の車両だぞ。バターを確保。敵戦車を見つけたぞ。
奴らの戦車だ。敵の戦車がそこにいる。目標アップルを喪失。兵士を発見した。この先に敵兵を確認した。上にいるぞ。見えたか、敵の戦車だぞ。敵兵を見つけたぞ。軍曹、何か命令は？
こが奴らの戦車だ。注意しろ、敵兵だぞ。敵の戦車がそこにいる。敵のバターを喪失。敵兵を発見。装甲車だ。敵の車両だぞ。目標を守れ。目標バターを確保。目標を守れ。そこだ、奴らの兵士だ。戦闘エリアに戻ってください。アメリカ軍を打ち破ったぞ。我らを、祖国を、偉大なる帝国を称えよう。故郷の通りは我々の勝利の方に湧くことになるだろう。ムーズ・アルゴンネの攻勢においてドイツ軍が勝利を収めていたら一体どうなっていたか、推測以上のことは分かりません。4年間続いた戦争によりドイツ国民に継戦を望む意思はもはやなく、帝国は崩壊しかかっていました。連合国の勝利はおそらく揺らがなかったでしょう。